はい、どうもゴルペンポーです。ポーです。今日です。G425 ですね。スピンの最新の、ハイブリッド打っていきたいと思います。ドライバーの動画は他に出てるので、そちらの方は見てください。大変僕はこれを気に入っています。まず見た目から、で言うとですね、このタービュレーター的なものがなくなったと。やっと。そうですね、G30 はついてなくて、その後の G とか以降はついてたんじゃないかな、そして最後のヘッドの、ね、雰囲気も少しこう四角っぽかったりとか、無駄というか、好きじゃなかったのね。フェアウェイウッドはね、ちょっとまだ今、売ってないんだけど、フェアウェイウッドの方でも、このターベレーターなくなって。で、このツヤ消しの、本当に何にもない綺麗な感じで、フェアウェイウッドもなんだけど、フェアウェイウッド僕が G25 使ってたんで、その頃にちょっとまあ戻ったのかなというか、デザイン的に。これ以外にも G25 のハイブリッドとちょっと打ち比べ。あれ2013年ぐらいのモデルなんだけど。まだね、ピンが安い頃。そうだね。この後になってもこれカチャカチャついてますから。G25 はついてないので。まあその差もあるはあるんだけど。僕は見た目これ気に入りました。そしてで言うとね、もうシムマックスレスキューがもう一番って言ってたけど、もうそれに、こういい争いするんじゃないかっていうぐらいの感じですね。4番ですね、22度で、シャフトはアルタ GCB の S です。ハイブリッドの動画見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。
ね、G25 のハイブリッドカラー、ちょっと数値見ていこうと思うかなと思うんだけど、まあ大体ね、200多分僕で言うと、35ぐらいなのかな、4番だったら。で、若干ね、ちょっと地面からスカイトラック打つときが、エラーがかなり多くて、なんかあと拾わないっていうのめちゃくちゃあったから、ちょっとね、球数少ないんだけど、数値的にはちょっとね、いいの取れてないんだけど、まあ最後の数値とか 67.1 初速出てて、スピンが4440、キャリーが235、トータルが248、まあ、トータルでいうところじゃなくて、まあ、キャリーで235なんで、まあ、さっき僕が言った235ぐらいなんじゃないかなっていうような感じですね。 G25 です、こっちがね、うん、G425、うん、がこれもね、本当にね、いい時に拾ってくれない、一応。飛距離は、まあ、そんなに、数値上では変わらないんだけれども、ね、スカイトラック読み取ってくれよっていうような感じだけど、明らかに、ボールの待つスピードが出る。2ぐらい出る。そして、スピン量が、まあ、スピン量っていうか高さとかが、すごくね、ボーって飛んでる。本当はね、もうちょっと飛んでてもいいと思うんだよね、これ、数値的には。だから、いい数値がちょっと書かれてないっていうのはもったいないんだけど、もう明らかに今の方がいいです。ああ、その G25 よりかも、さらにいいです。うん、本当に左のミスが、ちょっと G25 出てるかなって感じしたけど、こっちの方がもう全然、球も強い、高いし。若干シャフトが僕には、アンダースペックすぎましたね、めちゃくちゃ垂れてたので。ツアーはね、うん、S は 82g、 まあその辺でいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、でもピンのし高い行った時とかは低性能のプロオレンジのハイブリッド用とか、もう試して結構良かったので、絶対にヘッドは僕はこっちですね。もう410とか400とかよりもうこれなんで、ピン使うとしたら。ただまだちょっと出たばっかりだし、うん、高いなと。410よりは良かった。僕はいいかな。全然いい。形がもう全然。これはじゃあもう、シグマックスレスキューと悩むとこだね。そうね。飛距離はね、どうだろう。シグマックスの方が僕出る気がするな。そうかもしれない。弾きがあっちの方がいいかもしれないね。多分、球の高さはこっちの方が出ると思うから。そういうとこだね。トモはまあユーティリティ22度だったらどれぐらい200ぐらいいけばいいですね。いいぐらいかな。あとトータルはね198、うん、200ぐらいです。うん、スピンが5400、うん、かなり結構、いやトモの終わりには球上がってたんですよね。うん、まあまあ19度があるの17一番。17まである。17度が多分。うん、でもカチャカチャしてマイナス 1.5 とかも多分できるはずだから、16度とかもっと立ってるユーティリティもできると思うし、もうさ16度とかどんだけユーティリティ好きよみたいな。もう3、4本入れて、うん、立ってるのから25度とかまでとか、うん、ハイブリッドもうずっと入れてないので本当はまあ欲しいんだけど、欲しいやつがシムマックスとか、うん、最近のだね、高いの、うん、これは結構おすすめ、僕はできる、もう形が本当に僕は好きだなという、はい、ということでした。今回はありがとうございました。はい。